皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日も伊藤敏行元会長に解説をしていただきます。よろしくお願いいたします。今日はどんな話をするのかと皆さん思うでしょうが、軍人ラグビー、そうですね、この話を冒頭に持ってくるというこの意外性多分皆さんびっくりしたでしょうね、今何を急に言い出したんだろうと。今ラグビーの季節です。そうですね、はい、ドラマもやってるし、結構おじさんになると類戦弱い。あ、そうなんですか。あの一等提督はあのアメフトで、でもあの江田島ではラグビーやってたんですよ。あ、そうでしたか。一部リーグだったんですよ、一応、社会人一部リーグで。あ、そうなんですか。センター、一時期というか今もあるかもしれないんですけれども、防衛省自衛隊では非常にあのラグビーの、人材が豊富な時があって、中谷現防衛大臣も防大ラグビー部の出身 で、川野統幕長もラグビー部出身、そして当時陸幕長だった岡部さんもラグビー部出身なんていうんでですね、固めていた時があって、もうラグビー部にあらずんば人にあらずんばという時がありましたね。よくあの市ヶ谷の防衛省の中のグラウンドで中谷大臣自らも加わってこうラグビーの昼休みにやってらっしゃったんですけど、はい、パンツの色変えればね、年代一緒にやれる。あ、そうなんですか。そうですよ。そういうルールがあるんですね。そう、50代60代70代で、あ、それで結構ね、だからみんな一緒にやれるんですよ。でアメフトはね、もうさすがにこれつけて50でもなんでも降りちゃうから、僕らないんだけど、ラグビーはあるんですよ。それでね、大臣自らプレーされていたんですけども、なんとあのバックスリーがそこに展開されてしまったの で、もうできなくなってしまったというですね、あそこの場所ではずっと置いてあるんですね、あれ。だからいつラグビーができるようになるのかわからないよだっておっしゃってましたけども、まずこのラグビーがあるの知らないんじゃないですか、世の中の人。あんまり知られてないと思うんですが、まあ、ワールドカップに合わせてその世界の軍人さん、そうです、まあ、自衛隊もですね、こうプレーするという、そうです、同時並行的にやってるっていう。もうだから元ラグビー部大変ですよ、みんな。いや、まあ、そうで裏話はね、はい、まあ、いろいろなあの調整もろもろやってると思うんですけども、結構これは見応えがあるのではないかと、はい。まあ、日本の自衛隊はどうか別にしてね、いやいや、今ほら女子もね、外国の多分ラグビーはすごいと思いますよ、はい、軍人ラグビーですからね。あの実はね、遠洋航海でやるんですよ、これ。あ、海上自衛隊も。え、港に行くでしょ、はい、でそこのラグビーチームとやったり、あるいはサッカーチームやったり。あ、そうなんですね、はい、じゃあ結構やっぱり世界の軍だとラグビーやってる人って多いってことなんですか ね、海軍も結構やるんですよ。あ、そうなんですか。でイギリスでしょ、紳士のスポーツですからね。紳士のスポーツっていうことでイギリス発祥かなあんまり海上自衛隊紳士ってね表向きそう言われてるわけです。そうなんですか。なんかね、はい、スマートで目先が効いて几帳面。いやいや、そうではないと負けじ魂、これぞ海軍ですからね。はい、まあまあそれを置いといて、まあそこもちょっとご注目いただきたいという話を今日はあの触りにして、はい、本題です。ジーソミア、もう伊藤さんの仕事を増やすためにジーソミアを破棄したのではないかというぐらいのワイドショー、NHK、もう解説をねされていましたけれども、もうどう NSC でひっくり返りましたからね。あ、韓国のですね。まあ、日本の NSC もね、いろいろあるみたいです。ちょっとね、また脇道それるんですけど日本の NSC も人事でなんかいろいろな噂があるみたいですね。ね、内閣調査、はい、あのね、情報官、はい、初ですもんね、そういうの。情報がついに統合、情報とね作戦が一体になるんじゃないかと、はい、私も昔関わったことあるんですけどね、外事課長の頃に。ね、K さん、北村さん、ああ、K さんですね。はい、あ、そうですか。はいはい、あの頃は大喧嘩した中ですけど、それはなんか対馬ね、ハニートロップでなんちゃらかんちゃらっていうのが出て、その頃は情報課長だったんですよ。海上自衛官が情報を出してたんじゃないかってい う、はい、っていうのが、ある新聞の一面にドーンと出て、誰がこんなデタラメ流したんやっていうので、まあ、殴り込みに行ったことがあったと。ということは、まあ、あまり仲はよろしくないという結論で、いやいやいやまあ、だからそういう新しい、だからもう官邸に行くと意外というかが出世コースになると、官邸勤務がね。
まあ、忖度しますよね、みんな。最近は、いや、まあ。そういうことしちゃいけないのか。防衛省からもね、行かれてました。彼も仲良かったんですけどね。まあ、やっぱり、そう、防衛省に戻って、まあ、時間になったりとか、出世コースなんじゃないかっていうのは、かなりね、言われてます。はい、ねえ。これぐらいにして。いや、これぐらいにしてですね。まあ、それは、置いといて、韓国の NSC でその決まったところで、はいはい、どうですか、ちょっとね、地上波とかに出られていて、はいはい、これはもうアメリカはどうなりますかねなんでトランプ大統領は黙ってるんですかねっていう議論の中で伊藤さん、ずっとちょっと沈黙されてましたけども、なんですね、はい、もう話がこんなになってますもんね、みんな、なんか大げさですよね、はい、まあ、でも地上波もね、企画を毎日いろんな話をしなくてはいけないので、っていうのも事情もあるのかもしれないですけどね、はい、でも一言で言うと、はい、あれはもともとだからその軍の情報組織と情報組織の関係の話なんですよ、はい、だから他の軍人同士とかそのレベルのは話じゃないんですね、だ ものすごい小さいレベルの話なんですよ、はい、それがなんかもう国家レベルでやるようなイメージになり、はいはい、そこが誤解を生んでいろいろ韓国で動いたと、これ一言で言うとこれジーソミア議論の根っこなんだと思うんですね。そもそも情報をその交換するっていうことではなくて、まあ、ことではなくてというか、その、はい、そこに伴って、まあ、情報を他の国に漏洩しないような取り決めなんですよね。情報で軍事情報保護協定、はい、保護協定ですからね、はいはい、ですから情報自体はまあそう共有するっていう、で共有しようがないでしょだって韓国と日本は同盟国じゃないから、はい、そうなんですよ ね暗号もないし、ね、システムもないわけですよ、ということは、じゃミサイル飛びましたとかで、はい、韓国が電話してくるんですか、いちいち、ありえないでしょ。もともとそういう関係ではなかった、もともと皆さん、はい、誤解されてるのはそこなんですね、はいはい、で、だから単に情報組織同士が、はい、特に撃ち終わった撃たれたミサイルの後でみんなで日米韓が集まって情報組織の人間なんですよ、はい、これって一体どういうことが起きたの、はい、って何だろうっていう自己研究なんですよ、自己研究会用にするためには日本の情報が一番大きいわけですね、はい、それを韓国の情報本部が欲しかったんですよ。で私が現役の時ものすごい来ましたよ。でね、おっしゃってましたもんね。はい、実際に韓国でやった情報官会議の時は、もうその韓国の情報本部長わざわざ来て、うん、お願いだから結んでくれてきたんですよ、はいはい。それが実態なんですよ。うん、でこれが要するに今みたいに政府レベルになってるイメージが、はい、こうなっちゃったのは2010年の長男っていう紹介官が韓国の。はい、北朝鮮の魚雷によって撃沈される事件と、はい、それからヨンピョンドという島にこう砲撃されたじゃないですか、はい、2つの事件なんですよ、はい、で事件がちょうどあの頃ちょうど私すいません情報官 で、はい、であれは、当時の民主党政権ですよ、はい、鳩山さんがにうちの情報部長が報告したら、うん、分かったと言ってその場にいきなり韓国の大統領に電話しちゃって、であなたの言ってる通りです、私たちは韓国を支援しますと言ったんですよ。そうなんですか、ね、っていうのがあって、はい、それでいきなりこう仲良くなるっていうかですね、ほう、であと日本とアメリカも、はい、これはもう北朝鮮の脅威がぐっと上がったから、はい、そういう意味で、はい、こうやってきたわけですからね、ミサイル運用、はい、でこれはなんか3カ国できちっとやらないかんと、はい、そうなるとやっぱりこの情報保護がないと、うん、アメリカが同時にシェアできないからですよ。これもいろんなところで言ってますけど、はい、あれダイレクトじゃないんですよ、はい、イメージはなんか日本と韓国でしょ、これで道具ないんだから、うん、システムないから、じゃあどうやってダイレクトにスムーズに生かすかというと、このアメリカと両方同盟で持ってるわけだから、はい、ここの分かりやすく言うとこサーバーがあるわけですよ、秘密の、はい、このサーバーに日本の情報が上がり、うん、韓国の情報が上がると、はい、ここは常に第三国ルールっていう、うん、サードパーティールールがあるから、はい、まずここがつながってないときは絶対ここのものはあっちに渡さないし、はい、こっちから聞いたのもこっちに渡さないというのを厳格にやるんですよ、アメリカって、特に情報サイドは、はい、これが元なんですね、うん、でところが G ソミア結んだからこう上がったのをどっちも自由に見れますよ、はい、ということになったから、これが見た目1拍子でいくようになってるんですよ、はい、うん、で実際全部道具使ってツール使ってるから、ここのは一緒なんですよ、うん、ただここに自由に共有情報がドーンと載ってて、そこに両方が自由にアクセスできるから、
交換というよりも共有のところにいつでもアクセスできる、これが今の形なんですね、はい、うん、だからあの2016年にですね、はい、一度結ぼうとした時にあの、まあ、ドタキャンがありましたけども、はいはい、2012年ですね、あ12年ですね、はい、ごめんなさい、その、 あの様子なんか見るとやっぱり韓国の国内の人たちもよく分かっていなくて、なんか日本に情報を、ね、提供するのはけしからんみたいな世論がどうしてもある、はい、なっちゃったんですよ。それはだから過ぎてるように、もともと狭い世界でやってたから、はい、それだけだったら誰も知らないんですけど、これアメリカからもさっき言った脅威が高まったから、こう日米韓のトライトライラテラというかですね、この3カ国で、はい、一緒になって防衛協力、はい、あるいはもっと言う安全保障ですね、安全保障の、制裁の経済だ金融とかも含まない概念ですから、うん、そういうレベルでこの3カ国が一緒になって抑止しなきゃいけないってなるわけですよ、はい、そうすると何度も言いますけど、ここの一エンティティというか一要素であるこの日米韓が共有できるという、うん、これを作ってくれと、はい、っていうのでアメリカも押してきたんですよ、うん、でいよいよじゃあ日本もやらないかんねとなると、ね、これ防衛省ってあのこれ条約なんですね、うん、条約を結ぶ能力機能がないんですよ、はい、防衛省自身、防衛省自身、ね、これ外国はあるんですよ、はい、外国はあるんですよ、だから軍、国防省同士でできるんですけど、我々ないから、じゃあ外務省が出てくるわけですよ。で向こうも外務省が出てきて、はい、これいきなり国家レベルになっちゃうから、はい、向こうの報道にどんどん出るわけですよ。ああ、そうですよ。だからそこで表出るんですよ。そうですね。それで表に出たのが2012年の11年ぐらいから出て、そうするとなんか日本からこういうのが来てという理屈になり、本当は違うのに、うん、ね、でかつ国民の中ではなんで我が大事なね、うん、韓国軍の情報を敵国、はい、あの日本を侵略して日本軍と思ってますかね、はい、自衛隊のことを、そこに渡さないかんのだという間違った議論になっちゃったんですよ。それが未だに続いてるんですよ。そんなこと明けする必要ない次元のものだったんですよ、はい、本来はね、はい、だからこれはもし国防省と防衛省だけでも進める情報上だったら、もうちょっとだから違う雰囲気だったと思いますよ、うん、でもどうしても外交部が出てきて外交っていうのでやらないと条約になるから、うん、これが一つ表にドーンと出て、でそれを逆利用する政治家、はい、韓国の、はい、でいう構図で、はい、うん、今回もそれが一つ利用されちゃったってことですよ。もともと、まあ、もちろん韓国アメリカ含めて演習なんかはやってたわけですから、はい、だから一緒にトライでやっても、ええ、あの情報のやり取りできなかったんですよ、はい、だから今は例えばイージス艦の日米艦のイージス艦で、はい、ミサイル防衛のこの通信訓練をやってるんですね、はい、これがまさに一つの日米韓防衛協力の一つの姿なんですよ、はい、でこれはやってる時に当然イージス艦だからデータは秘密でしょ、うん、こういうのをだからシェアするというのが今やもうできるようになってるんですよ、うん、だけどあくまでイージス艦の中だけなんですよ、うん、だからそれよりも外の部分はないないんですね。そうかそう、個別のものになっちゃうわけですね。もともと包括っていうでしょ、うん、はいはい、だから包括というのはそういうことなんですよ。あ、1個ずつの本来は武器同士に関して、はい、本当は取り決め線というかなんですよ。でもあらゆるこういうののだイージス艦同士、はい、あるいは別の戦車の話とか、なんかそういうのを包括したミリタリーの情報をお互い絶対にばらしませんという、はい、あの人には言いませんという役枠、これが GSOMIA。やっぱりあの日本の関心ってどうしてもミサイルディフェンスにやっぱり注目してますよね。そういう意味では日本が、今対処でしょ、飛んできました、はい、危ないか当たるかどうかっていう一連の流れにおいては全く関係ないんですよ。だからあ、日本も分かるわけですよね。全部分かってる。別に韓国からそんな情報もあるわけじゃない。韓国今飛びましたっていうわけじゃないわけだから、はい、今飛びましたっていうのはねアメリカなんですよ、はい、アメリカの早期警戒衛星でドンと知って、はい、韓国もそれで知るんですよ。あ、でも発表するのはね韓国だから、韓国が最初に捉えたのかなと思うんですよ、ね、違うんです、違うんですよ、ね、で、はい、だからそれでドンというのが知ると日韓の両方が知るから、はい、韓国の多分国空軍ですよね、レーダーがバーンとそっち向けるんですよ、でそれで追っかけるんですね、はい、自前で、で日本も飛んできたやつをドーンと航空自衛隊のレーダーで追っかけるんですよ、はい、じゃあもう十分にその飛んできたやつを、まあ、捉えてるし最初の情報はあるから、はい、ミサイルディフェンスに関しては全く関係ない。どこにも GSOMIA関係ないですよ、ね、
関係ない、確かに。だからもうすごい嘘ばっかりなんですよ。あのよくですね、はい、ヒューミントを使った情報に関しては入らなくなるから、はい、事前にもしかしたら打つかもしれないという情報が入ってこなくなるんじゃないかっていう人もいます、ね、違います。大丈夫ですか、はいはい、それ以外にも分かってるんですよ、実は。これは秘密のレベルが高いからあまり言えないんですけど、はい、まあ、よく報道に出たので言うと衛星云々と言うじゃないですか、衛星情報とか、はい、あれもあれこそまさに兆候をつかむための一つの手段なんですよ、うん、でも日本は持ってるでしょ衛星を、はい、だけどこういう濃い話は絶対に政治家にはいかないんですよ、うん、実はあので喋っちゃダメだ政治家に渡したらもうね、もうすぐ喋るから、街にばらまいたのと一緒だっていう話もあるぐらいですから、あの、はい、例えばそういう情報というのはおそらく、総理官房長官、防衛大臣以上ですよ、はい、政治家に入る。むしろあの人から来た情報の方が漏れやすいっていうね。そうなんです。だから私はもう2017年 の、あのいっぱい飛びまくったところって、結構自民党の人とかが明日うつらしいとかさ言う人いたでしょ、はい、多分その界隈で見てたらいたでしょ。確かにそれはやっぱりそういわゆるヒューミント情報なんですかね。そうです、そういうのは簡単にみんな喋るんですよ。じゃあ人の方がリスクが だけど本当はなぜ軍事情報を秘匿するかというと、はい、上限を守るためなんですよ。だから非有名のとこそ本当は喋っちゃいけないんですよ、はい、なのにこの国は喋っちゃうだそういう意味ではいらないんですよ。逆に十分なしでもなしでも分かるんですよ、はいはい、で今回だからこれだってミサイル防衛が大変だと言ったのは自民党の人たちでしょ。あ、そうですね、先生方でしょ、なんとか部会でも大騒ぎしたんでしょ。その、ね、間違いですから。だからそういう間違いを正すために、はい、24日ですか、先月の7回目のミサイルは日本が先に発射です、はい、あ、そうですね、はい、あれわざとですからね、出しました、わざとですよ、あれ、はい、わざと。こっちも情報これだけそれまでの6回も全部知ってるんですよ、はい、全部知ってるけど日本の安全保障上全く影響がないからわざと発表しなかったんですよ。なるほど。私は広報と情報両方やってますから分かるんですけど、何でもかんでも広報に上げてないですから、はい、なるほど。これこうやって作り直してこれあげといてって言え、渡したものを候補は喋るんですから、はいはい、だからそもそも秘密ですからね、はい、掴んでること自体が、うん、であれは韓国は発表するわけですよ、自分のところだから、はい、で自分で発表してそれを日本が、その皆さんが、まあ、メディアが騒ぐと当然それに対して答えるために発表するというのがあの7月以来の6回ですよ、うん、だけど実際全く関係ないですからっていうのを今回証明するためにサクッとうちが発表したんですよ、日本政府。なるほど。でよくやっぱり皆さんが、まあ、アメリカは今回ね失望っていうね、はいはいはい、言葉を使ったとか、トランプさんが何も言ってないのは何か意味があるんじゃないかとかって深い読みをされてますけど、まあ、あんまり関心がないのかなって。関心ないんですよ。やっぱりそうですか、はいはい、あの当時破棄した当日 そのアメリカの報道なんか見てもどこもないでしょ、ニュースや新聞に出てないんですよね。だから正直言って日本のワイドショーが騒いだだけです。で、だから出ながらものすごい冷めてるんですね、はい、でみんなわーわーって言ってる、いや違うんだけどなと。だから中身知らない人が喋りすぎですよ、いろいろ。で確かにシンボリックなんですよ、で日米韓といういわゆる安全保障枠組みですよね、はい、これだから軍事、経済、外交、ね、政治、金融とかっていう、うん、あらゆる面の中の軍事の一エンティティですよ、はい、一要素、はい、これが今回変わったというだけだから、別に事実を見えなくたって経済制裁や金融制裁は一緒にやればいいわけでしょ、はい、だから私からするといやいや何を騒いでんのかなって感じだったんですけどね。本来日本にとってはそういう位置づけなんですよ、ね、どうしても一つのカテゴリーとして、はい、まあ、いわゆる徴用工の問題、いわゆる慰安婦の問題っていう、はいはい、まあ、いろんなことが あとは輸出管理の問題と、はい、全部一緒にして話してしまっているので、まあ、どうしてもねその問題の、はい、ティサっていうのが残りますからね。あ、それは、はい、ティサっていうのはだから、はい、そのさっき言った2012年に1回ダメになったんですね、はい、朝鮮にダメになったけど、はい、でも日米韓でミサイル防衛はの情報だけは共有しようと、はい、いうことで残した作ったのが日米韓の防衛当局による MOU なんですよ、はい、取り決めなんですね、はい、でこれでミサイルに関する話は共有していいとなって、それはたださっき言ったサードパーティールールが残ってるから、はい、アメリカが仲介するんですよ、でこれがよく言われるアメリカを通してやると遅いからっていうのは、はい、このティサの話なんですよ。
別にアメリカいちいちこれ韓国から来たから日本よろしいですか、はい、日本から来たっていういちいち仲介線というか、はい、でその中の一つで先ほど言ったイージス艦のシステムとかあれば共有されるようになったのこのティサでできるようになったんですよ。だって日本と韓国はいやお互いそうしましょうって言ったから、はい、でアメリカと一緒になって三国のイージス艦が出るとできるんですよ、うん、でも今でもガメラレーダーで見るでしょ、はい、このガメラレーダーの話は多分別物になるんですよ。うん、だからいちいち航空自衛隊にこれの情報を出してよかですかって言わないと航空自衛隊が嫌だって言ったら出さないんです。出さないですね、はい、っていうのに戻るってことです。はいはい、そうすると韓国の方がね困っちゃうっていう、そういうことなんで言いますけど水平線の結果なんですよ。はい、落ちる先が水平線向こうに落ちますからね、うん、韓国にとってはだから落ちる位置がわからない。でも日本は水平線が出た後全部掴みますから分かるんですよ、はい、だレーダーってこうですからね、はい、地球が丸いとこの向こうがバッファーになっちゃうでしょ。それだけの話なんですよ。いやあとよくこれは北朝鮮に利するだけだっていうね、まあ、ことも言われるんですけど、はい、むしろやっぱり中国ですよね。そうです、まあ、そこのとこやっぱり日本の報道ではなかなかそこまで出てこないですね、まあ、だから確かに日米韓という抑止力を3カ国で北とそれで後ろにいる中国ロシアに対してドンと見せたやつを確かに韓国自ら破ったわけですから壊したからそれは高笑いしてるのは間違いないんですよ、はい、日米韓あの向こうの相手がですね、だけどだからといって、経済制裁だとか金融制裁は一緒のとやればいいだけだから、はい、そんなにインパクトはないんだと思いますよ、うん、で、日米韓で例えばイージス艦が通信訓練やるんだって小さな枠でやればいいから枠で、ねはい、しかもまだ11月まではねあの残ってますからね残ってるので、まあ、今クーリングオフ期間だみたいな感じでアメリカも説得をしてるなんて出てます、ね、ただまあその、ね、日本に対日政策でこういうことを使うということ自体の低レベル差はありますよ、そうですよね、だからムン政権はアホやないかっていう話になるわけですよ、だから軍人たちが困っちゃってるんですよ。いやそこですよね、ムン、はい、政権がおかしいのは間違いない。はい、ということで、また次回も解説をお願いします。ありがとうございました。はい。